影霊化英兵7年1月20日は、五冠の光、武帝の皇后で、明帝の母。送り名は、列で、死亡としては、夫の送り名を重ねて、後列皇后。イボ兄に、影式、同母帝に、影卿、影金、影修がいる。劉州と同じ南洋軍、新野県出身の豪族院士の娘で、近隣でも、評判の美女として、 巨兵前の工部帝も憧れるほどであったという、孔子元年に竜州に嫁いだ。剣務元年に竜州が三竹帝として即位すると貴人として落葉に迎えられた。しかしこの時、三竹帝が後にめとった各政の娘である各清通りが先に男子の竜教を生んでいた。工部帝は過激人を皇后に擁立したいと思うものの、 影霊家は男子を産んでいないことを理由に断った。剣武2年に竜教は皇太子になり、各高人が皇后に立てられた。剣武4年、影霊家は竜宗を産んだ。剣武17年に、各皇后がそのわがままな性格から、三つ竹に疎まれるようになり、皇后を廃されたため、影霊家は皇后に、剣武19年に竜宗は皇太子に立てられることになった。 建武中元2年に、三武三が亡くなると、竜僧が即位し、影霊家は、皇太号となる。影、霊家の生活は、皇后になってからも質素であったという。また、己の一族には政治に関与させないようにした、聡明な女性でもあった。このため、党の体操の皇后である、朝尊皇后や明帝の皇后の馬皇后と並んで、中国史上でも優れた皇后の一人として、 たえられている。ありがとうございます。